大丈夫ですか？私は外部から現在ハッカーですか？うん、結論、それは模擬宇宙の記録。あなた方のその場から動く。ちょっとあなたどうしてずっとこっちを見てるの？模擬宇宙のフローを進めたのですよ。彼女の言葉を遮らないよう耳を傾けてみてください。まず恋焦がれてるわけじゃない。あのカセットはパンクロードの教科書と大差ない。そん次に、あれはゲームのレーザーディスクじゃない。あれはエーテルカセット、ハッカーの第二の目。今の説明で理解できた？そのカセットがあれば、彼が映画の試写会で食べた4粒目のミックスポップコーンの最後に、もう一度言っておくけど、私はカセットに恋焦がれてるわけじゃ。あ、先に進もう。少し今の会話から察するに、模擬宇宙に侵入したのは2人だ。実に興味深い。次、あなたを同行者の視点に組み込みました。この状態なら彼女もあなたの行動に、100% 逆転撃破。ガツンと来るやつで行こう。蝶と共に散れ、スターレイファントム。よし、100%。ガツンと来るやつで行こう。我に力を。分かれ道？タイどっちか選んでみる。あなたの好きな。正確に言うと、彼女は仲間に選択を迫っているのです。ぷっぷー、正解は右側でした。まずい、これはおとりの信号だった。ヘルタのやつ、こんなものを模擬宇宙に設置するなんて。まあいいや、これは、うん、彼女は正しい道を進んでいます。ただまだ道の途中にいるだけ。そう願いたいところですが、客観的に見ても彼女は必ず気づくでしょう。性格ハンター銀狼、彼女とは過去に一線を交えたことがあるのです。その場にはヘルタさんもいましたので、彼女が、私に言わせれば、あれは勝負というより敵情視察に近かったと記憶しています。彼女が攻め、私は守り、勝負がつかないまま双方とも相手の出方を、今日このような形で再会するとは思って。なんだ、やっぱりこの道が正しかった。ヘルタのやつ、どうやら先に進むことができそうです。うわ、また宇宙ステーションに戻ってきた。それにこれって謎と。ガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。我に力を。ガツンと来るやつで行こう。蝶と共に散れ、スターレイファントム。我に力を。次
次。やっと終点に到着。こんなところにミニヘルタがいる。もしかし彼女の顔にヒゲでも描いてあげようかと思ったのに落書きができない。エレベーターホールの肖像画のことでしょうね。はい、エーテルカセットは次の部屋にあります。我々、ええ、彼女は確かに性格のためにやってきましたが、気分我々がとある話を思い出しました。勝負の今の状況と似ていると思いません？最後まで彼女に付き合った。100本。ガツンとくるやつで行こう。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。いい、やっ、へぇ、はっ、蝶と共に散れ、スターレインファントム。ご覧ください、ついに見つけました。それはもちろん、この状況に私たちが見て、私が思うに模擬宇宙のボード、ただし優秀なガイドがいる。まずはこの人に何が起きたか説明した方がいいと思うけど。いいですか、結論はあなたの目の前にある。よく観察。それでミス銀狼、あなたとっくに気づいてたんだ。やっぱりあなたを欺くのは簡単じゃないみたい。道中のつまらないおしゃべりもどうせ私に聞かせるためだったんでしょ。再びあなたと渡り合えたこと、とても光栄に思います。ヘルタさんはこのカセットで銀河の大物を釣り上げられると言っていましたが、彼女の判断は、つまりなんちゃら宇宙を閉鎖するのも、ヘルタと口喧嘩したのも、私を懲らしめるための演技だったってこと？どう受け取るかはあなた次第です。ただ私とヘルタさんは率直に物を言うたちですし、あの程度のミス銀狼は才能あるハッカー。彼女は全てを計算して変数に対する備えを残しておいたのです。おそらく彼女の計画の中に現れた唯一の変数は、私が突然この宇宙ステーションを訪問するという情報、そしてそれとともに訪れた模擬宇宙が閉鎖されるという訃報なのでしょう。これで今回の事件の全貌が明らかになりました。全貌？違う、あなたは一番大事なところを誤解してる。私は冒険せざるを得なかったんじゃなくて、自分から望んで冒険したの。スクリューガム、あなたが現れた瞬間、私がどれだけ興奮したかわかる？互角に戦ったライバル、こんなにワクワクするのは久しぶりだった。レギオンは原始人だし、カンパニーも物、現実はゲームに過ぎないのに、楽しくなかったら意味がないでしょ。二人の天才が手を取り合って私に招待状と挑戦状をくれた。断るわけにはいかない。あなたは逃げ切れると確信しているのですね。その通り。ちなみにこれも一緒に持っていく予定。ほう、複製品ですか。会話の最中。そうじゃなきゃこんなに長ったらしい話をすると思う？時間を稼ごうとしていたのはあなただけじゃないってこと。今頃ヘルタは私が侵入した経路を逆ハッキングしているはず。あなたはここに残って私を抑える役割を担っている。まるで前回の対決の再演みたいに。ワクワクする。今回はどうやって私を止めるつもり？模擬宇宙をブラックボックスにしてみる？
カンパニーと協力して銀河中に包囲網を敷く。スクリューガム、今度こそあなたの本気を見せてくれる？決着がつかなかった勝負がついに。申し訳ありませんが、ミス銀狼、あなたが期待しているようなことは起こりません。はあ？立ち去る？どうして？私を捕まえて鎖につなげて遠いルケーチに放り出すんじゃないの？面白い想像ですね。しかしあなたと宇宙ステーションの恩衆は私とは無関係です。じゃあこのカセットを持って行っちゃうけど。それは単なるコピーに過ぎません。訂正、あなたが手にしているものだけでなく、ここに保存されているものもコピーです。本物の器物は計画の初期段階に他の場所に移しました。また宇宙ステーションを攻撃しちゃうかも。私には関係のないことです。しかしきっとあなたを阻止する人が現れるでしょう。じゃあ私が今ここで模擬宇宙を破壊したら。こう言っては失礼ですが、あなたにはできないでしょう。エーテル編集も万能ではありませんので。何これ、あなたたちわざわざ罠を仕掛けておいて本当に何もしないつもり？はい、これであなたが一生懸命準備したゲームはあと一歩というところで台無しになった。そうでしょう。プレイ銀狼、あなたの要求は分かっています。カンパニーの枷ではあなたを拘束することはできない。そしてあなたにとっては監獄すらゲームのステージに過ぎません。本当につまらない。しかしヘルタさんはそれでは甘すぎると考え、少し工程を増やしたようです。例えば今この瞬間、彼女は逆ハッキングを行い、あなたが所有する青函ネットワークのアカウントを特定しました。これらのアカウントをカンパニーに凍結してもらうのはどうでしょう？何を言ってるの？ちょっと待って。退出してしまいました。せっかちな方ですね。子供にとってのゲームは楽しいもの、しかし大人にとっては楽しいだけでなく、もさ、我々もここを離れましょう。